負ける所詮クソルッチなんだよ。バンバーン顔面にロケットパーンだケツなのに発射するクソだわ。俺が超別だ。おい出会い頭に聞きまんじゃいろ。大事なことが分かった。あやのむきゅんです。はい、どうも、ギュンです。ちょっと喉の調子がね、まだあまり良くないということで、なんならちょっと悪化してんじゃねって思うぐらいのね、感じなんですけどね。まあ、なるべくちょっと聞き取りやすい声でね、動画、お届けしていきます。まあ、皆さんね、もう持ってると思うんですけど、新ルッチ、新格、どちらも持ってますよね。で、持ってない危機感持った方がいいよというね、まあ、トシキみたいなことはちょっと言わないんですけど、新キャラが欲しかったけどね、どうしても手に入れることができなかったよという、そこのあなたにね、もう最高のパーティー紹介します。はい、ドン！新キャラ当たらんかったやつ、これでええやん！もうこれはね、新キャラだと思い込んでやればいいよ。どっちも、超別フェス限と思い込んでやればいい。結局はね、思い込みって大事だから。と言ってもね、まあ、うまく使いこなせないよっていうね、人のためにね、キュンさんのプレイをお届けしていきたいなと思います。ちなみにサポートなんですけどね、全部ルッチに振ってますと。まあ、右の角はね、何しても結局柔らかいんで、まあ、攻撃が全部もう食らっちゃいけないと。致命的なのは全部ジャストするという体で、そして、宝を抜く。それが角の仕事なんで、まあ、こいつにサポート振らなくていいかなと思いました。もちろん、お任せ編成です。キュウさん基本的にいつもお任せ編成ですね。だって考えるのめんどくさいんだもん。ケンタマガナガナ。肉牛のホラゲーチャンネル、肉牛ベーター。まあ、キュウさんならね、ホラゲーぐらい簡単にできますよと。もうホラーって言っても、所詮はゲームや。そんなんでさ、いちいち驚いたりせえへんねんけど。まあ、いつも通りのね、強気なキュウさん見に来てくれたら嬉しいです。というわけで、これを見てるみんなは、肉牛ベーターのチャンネル登録もよろしくお願いします。いいっすね、お乳のルッチがわずかいますね。こっちは送るのルッチでやっていくよと。あ、ちょっと待って、あれ、バーチャルパッドのサイズ。あー、これありがとう。いや、じゃあ、パッド変わってねえやんけ。ベディちゃんのあれがあればさ、結構無双できると思うんだ。今のうちだよ。今のうちガンガン行こうぜ。ガンガンバコシ行こうぜ。なあ、俺が超別だ。お前らは、送るに負ける所詮クソルッチなんだよ。バンバー火力エッグ、よっしゃ、クラスイッいや、マジで普通に勝てると思うんだよ。属性相性もいいし。ただ、無敵スキルが怖いんでね。無敵スキルだけは、危ない。ちょっとでも残ればもうこっそりでいい。押してやるかてめえ。やるかめ。お前、そんなで倒すのか、負けんけ。あ、じゃあ裏切りで角いきますけど。角に関してはね、セラビュー見たらぶっちゃけきついんで。今1体いるんでね、1体いるだけでも結構落としいっすよね。やばい。危ない。じゃあ、反っていくで逃げると見せかけ。キリマンチャイよ絶対ヒットするでしょ。もう絶対ヒットしたって今。あー、逃げるの。ありがとう。なんでか知んないけど、なんか助けてくれた。ありがとう。わし抜いちゃう。でもこれセラビュー行ったら終わりやから、やめちゃった。喉ガッサガサガッサガサ。もう来んなよてめえ。いや、ちょっと、ほんすいません。お見苦しい声をお聞かせして申し訳ないんですけど。はい、逃げていく。ちょっと、すぐ、あんま無理。やっぱ見応えあるのはこっちのルッチっすね。はい、レッドビームに隠れて、ロックオーガン！ヘイ！いや、マジ、カニ半端ないんだよ。だから、このロックオーガンをどれだけ正確に当てれるかみたいな。もう、ベッティちゃんマジ好き。ありがとう。チキチキチュッチュ。ありがとな。ありがとな、お前。そんなんいいから早く攻めろやと思っとるわな。そらそうや。はい。で、ロコーガをいかに確実に当てるか、みたいなところにかかってくるんで、無敵スキルがあるキャラは、ちゃんとね、慎重に見なきゃいけないなと。で、こういうダブルキャラとかルッチみたいなね、無敵が2個もあるようなクソキャラは、もう本当に、そこで合わせられたら終わっちゃうんで、オッケー。じゃあ、ワンスが集まって、なんでこんな集まってくれるの、キュンさん。嬉しいんだけど！おい、ちょっと待って！ほら、もうこれ、こういうの持ってないね。もうドラとかわからん！で、スキル1に関しては、多段なんで、こういうのスラビムの無敵アガシとかに使った方がいいかなと思いますね。これなんか、とどむさするような、あれじゃない、そうっすね。なんかね、リーチもいまいちだしね。はい、残していく！いや、通常打った方が全然勝てるんで。はい、もう、青ルッチ全然余裕だって、これは。オフルッチの方がついって絶対。はい、ジャスト取っていく。はい、ベディちゃんありがとうね。で、これ絶対ね、絶対くる、グルッやろ、くるって。そうなんだよ。でもこれしょうがない。受けなきゃいけない。しょうがないで、ここでロックオーガンをしっかり決めていく。ちょっと進んで、裏から決め、あー深読みすぎた。キュウさんは最後まで諦めないぞ。オッケー、血肉取って、C 型ダッシュ、C 型ダッシュ、取れ。はい、キリマンジャイロー。おめえ、なんもしねえな、役立たず。あ、ちょっと変わったマッチっすね。アオルッチがいないマッチで、セラフィーもいないと。まあ、キドドいるんで、キドドは確実に落としていきたいなってところですけれど。まあ、基本的に誰と対面してもちょっと渋そうな感じはしますけどね。まあ、そこをなんとかこじ開けていきたいなと思います。だって、このルッチは、超別ルッチだから。まずね、気持ちでジャストってよくキュンさん言うじゃないですか。気持ちでジャストじゃないけど、気持ちでもう本当に超別の
気分になるので大事よ。オッケー、こいつが多分敵卑怯するの来た来た来た、じゃあ顔面にロケットパーンチ。いや、ダブルキルはくさ。お前マジか、可能性しかねえじゃねえかよ、このオフルッチ。皆さんちゃんと見ました？ジャブラも行っちゃいましたからね、キュンさん。えぐないこれ。本当に工場こいつ。全然なんか貫突してもいいレベルで、今気に入ってますね、こいつ。レーダー道場もね、まあ割かし好きだったんですけどね、この瞬間移動系が少なかったのと。あ、オッケー、ナイス。じゃあ、ケツのように発射しちゃおう。空島からやり直しごお前。まあ、納金っちゃ納金なんですけど、ほんとキルすることだけ考えていいと思うんですよね、この AT は。さあ、鼻水童貞に隠れて、ロックオンがぶっ放していく。やべえ、マジか。ローシャンにもすげえ回復入るし、エンマーがちょっときついけどね。エンマーちょっと頭使ってやんないと、もう勝てなくはないもん、勝てんの。おい、カクさん、ちょっと頑張れよ。ちょっと、お前、ルッチ頑張ったやからな。まあ、まずここ抜くでしょ。で、こいつのキリマンジャイロが、意外と強いんですよね。意外と火力入るんで、まあ、それはしっかり当てていきたいなってところですけど、まあ、旗抜くことだけをね、まず考えたいですね。はい、出会い頭にキリマンジャイロー鼻でチキチキチッチャ。で、こう、戦ってるところはなるべく避けたい。なるべく避けたいですね。オッケー、もう抜こう抜こう抜こう。で、今、セラフィンもいないんでチャンス。ちょっと待って、もう怖い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 、もうエンマ来た、エンマ来た、エンマ来た、エンマ来た。わあ、ジャブラ、てめえふざけんなよ。アンチシートついてるよな。やっぱりジャストから入りないから多分攻撃してこんから OK。 これでまずは壊していくね。こっからも通常でこれです。 OK、 こっちのターン来た。だ、たまんの早くね、それマジ。 OK、 オルッチ2体、セラフィム1体、これは激アツマッチ。このオグルッチがね、超活躍できるんじゃないかなと思います。しゃ、ニカの前立って邪魔してる、オロロラ。旗抜くふりすると見せかけ。なんじゃお前、今、おい、お前何言ってんだ、反抗的だな、お前。待って、どういうこと？ルッチかなんか来ちゃったから吹っ飛ばしておく。なんかラグくね、ちょっと。大丈夫かな？オッケーオッケー、無敵スキル使ったら見ちゃったもんね。あと指先ちょっと爪生やしとけよ、お前。届いたやろ、そしたらよ。ワンからのサラビンジャスター、ちょっと合わんな。オッケー、通常でボコチンコ全然通常で倒せんのか、もうやばい。火力がエグい、マジで、こいつ。熱すぎ。俺はクソセラビン。おい、うざい、マイケル・ジャクソン。てめえ、早朝5時にスリラー歌ったのか、アホが。おっしゃ、ゲスならセンスだろ。ニッチが足らんのやって、もうむずいな。でもこれはちょっとセラビムが無敵ついてるじゃん、愛に近寄れないんで、まあそこだな。味方さんが剥がしてくれれば一気に6号館で突っ込むと。で、剥がせないんだったら、まあ時間溜まるの待つと。割とクールタイムは短いんでね、これね。もうなんとか溜まるね、もう溜まるね。オッケーオッケーオッケー。じゃあこれであいつの無敵剥がそうか。あー、めっちゃちょっと固まりすぎ。オッケー、任せろ任せろ。あー、もうな、もうせっかく剥がしたのに。お前各長とお留守番ね。お前役立たずやから、あまりにも。で、敵セラビム2体いるんで、もうここで今旗取られると結構きつくなるんで、もうなんとか耐えたいね、ブーストまでね。ブーストも来る、ちょっと耐えたい。マジでここで3旗取られるのはきついんで、いや、絶対守ろう、絶対守ろう、オッケー、ナイスでいいか。はい。どうなってるか、よくわかんないけど、はい、オッケー、ロックオーガーでぶっ飛ばしていく。あ、もう、沸騰してるよ、間違えた。やらかしたー、ケツのツンツン。受けられるんかい。おい、ちょっと耐えろよ、耐えろよ、お前、こんなとこで死んだ。オッケー、アオルッチ、ここってこいよ、お前、ザコが。おい、オグルッチに負けんなよ、ジャスト取って、一回、オッケー、バカしていく。はい、無敵スキルで死ぬ。さあ、カグ、お前、ラストチャンスだ。見せてやれよ、お前の力。お前もできるって見せてやれよ。オッケー、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 ここで、はい、キリマンジャイロー。もう、剥がせ。なあ、もう、剥がせる、吹っ飛ばしつけろ、もう、これ。気絶無効するキャラ、吹っ飛ばしってやつでいいやんな、もう。こいつも。かわいそすぎるわ、ちょっと。待って、お前、当たってないだろ、今の。お前、鼻が出てる時も当たっちゃったんだよ、もう。なんかいろんな惨劇飛んでくる。もう、こいつかわいそう、キュンさんも。かわいそすぎるって、オッケー、抜けろ、もう、かけろ、お前、鼻取り。もう、しつけろ、てめえ。大事なことが分かった。新しい方が強い。負けてどんな日は臭い。